いやー、刀鍛冶の里編第9話。うーん、おもろすぎるね。はい、ということで、まあ、今回はですね、そんな感じで、えー、刀鍛冶の里編第9話の先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。で、原作ですね、120話から、122話まで、えー、今回は行くんじゃないかなと思っておりますので、えー、皆さんぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速、やっていきましょう さあということで、えー、今回最初の見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、時キ無一郎くん VS、えー、玉子ですね、えー、全力バトルっていうのが始まってまいります、えー、煽り合いのバトルっていうのがね始まるんですがいよいよ伝説界のお幕開けですということでね いやー、楽しみですね。で、そんな内容なんですけども、こちらということで、悪口合戦でございます。えーと、時藤無一郎くんがですね、ひたすらに、え、玉子を煽りますと。で、それに対し、玉子も時藤くんを煽り、お互い罵り合うのですが、あとある悪口によってね、玉子っていうのが本気で切れるね、そんなシーンっていうのがあるんですよね。で、その悪口なんですけども、まずはこちらということで、気になっちゃって、 なんかその壺、形歪んでない左右対称に見えないよ。へったくそだなぁ。という言葉ですね。はい、えー。この時と、無一郎くんの言葉に対して、 玉子はぶち切れるわけなんですが、玉子はですね、自分のことに対しては、いくらね、バカにされようとも、笑顔で対応できていたのですが、壺に対する悪口を言われ、思いっきり心に刺さり、このように、ブぶち切れる、そんなシーンっていうのが、今回描かれていきます。それは、貴様の目玉が、腐っているからだろうが、というね、 えー、とてもですね、いいシーンとなっていますよね。はい。これをですね、えー、僕はアニメで見たいんですよ。 はい。まあ、このように、まあ、かなり本気で、えー、切れるですね。えー、玉子っていうのが、あ、描かれていくんですが、あ、鳥海康介さんですよね。えー、今回どのような形で、まあ、どのような演技で、まあ、切れていくのかっていうところが、まあ、私楽しみですね。はい。どんな感じになるんでしょうかね。はい。ということで、えー、そんな感じでぶち切れたですね。えー、玉子はあ、このような技を出しますということで、決技術。 1>, 1万滑空燃料となっておりますね。 いやー、素晴らしいですね。はい。1万匹の死客がお前を骨まで食い尽くすとですね、かなり数が多くて厄介な技なんですが、この技はですね、銃の腕から壺を生み出し、そこから1万にも及ぶ鋭い牙を持つ肉食の魚で攻撃するね、技となっておりまして、さらに魚の体液には経費毒とね、 いうことで魚の体液が毒となっているため魚を切り裂いた時に毒を浴びてしまえばあ死んでしまうといったですねかなり厄介な技なんですよねはいそんな感じで1万匹の毒を持ったですね魚が襲ってくるよということで まあかなりですね、すごい強い技だなと、まあ思うんですけども、まあとてもダイナミックな技なので、まあアニメーションっていうのが、あ,あ、とても楽しみですよね。はい。で、そしてですね、そんな技を、え、技で避ける無一郎なんですが、あ、こちらということで、え、霞の呼吸6の方、あ、月の歌唱となっておりますね。 いやーとてもかっこいいですね。えー、広範囲にわたって、えー、霞で包み込むように、えー、切り込む技と。 なっているんですけどもこちらもですねかなりダイナミックで、えー、かっこいい技ですよね、はい、絵としてもですねとても透明感があって、えー、かっこいいので、まあ、こちらもアニメーションっていうところが、まあ、かなり楽しみですよね、えー、霞の呼吸時代が、まあ、なかなかかっこいいので、まあ、UFO さんのねアニメーションにも注目でございますねでそしてそんなですねムイチロウくんはあ避けて切ったはいいものの魚の体液 っていうのがあ経費毒なのでえ少しでも浴びたらあまずいということでさらに魚を弾きますということでえこちらの技なんですがあ霞の呼吸3の方赤3のしぶきとなっておりますねいや連続技 うん、たまらないですね。はい。で、そんでこちらの技がですね、え霞を散らすかのようなあ素早い回転切りのねえ、技となっておりましてえ、さらにですね、相手の攻撃を弾きますということで、これにはですね、玉子も驚き、えー、という風にね、なっておりますね。 いやー、瞬時の判断、素早い戦闘っていうのが、あ原作からも伝わってくるぐらい、え本当に最高の展開なので、まあ、ここはね、うん、アニメで、まあ、めちゃくちゃ盛り上がるねえ、そんなシーンになってくるんじゃないかなと思っておりますね。はーい、楽しみです。で、そしてさらにですね、えそんな魚子っていうのはあ、脱皮をしますということで、え マジでって感じなんですがあ、こいつは魚なんかということで、えいくらですね、無一郎があ高速で切ったとしても、この速さで脱皮されたら困りますよね。で、そしてさらに、えそんな脱皮した魚っ子の本体なんですがあ、こちらということで、えなんとですね、魚子の本当の姿となっておりますね。いやー、今回ね、初披露となりますが、 いやー、これは、うん、とても気持ちが悪いですね。はい。えー、美しい姿にヒレフスがいいとお言っているんですが、うーん、なんか方向性がちょっとおかしくなっているような気がしますよね。 はい。で、そしてですね、この姿を見せるのは、無一郎くんが3人目ということらしいですね。で、さらにですね、表面にある鱗っていうのは、金剛石よりも硬く、まだ秘密の力をね、隠しているらしいんですよね。はい。どんな力が隠れているんでしょうかね、ということで、続いての見どころなんですが、こちらということで、 え、玉子の秘密の力、神の手という風になっております。いや、どういうことなのって感じなんですが、神の手とはですね、今回この神の姿で、拳に触れたものを生物、無機物問わずですね、生きた魚にね、変換してしまうというね、技となっておりますね。 で、またですね、防御をすることもできないほどの恐ろしい攻撃で、え、魚化を防ぐにはね、え、逃げるしかないというね、まあ、なかなかね、厄介な技なんですよね。え、つまりですね、触れたものすべてを、まあ、魚にしてしまうというね、え、かなりですね、ちょっとチート級なね、え、技なんですが、まあ、技というか能力なんですが、うーん、これはね、なかなか、 うん、さすがの無一郎くんにも、まあ、通用してしまうというか、まあ、びっくりですよね。はい。なぜならですね、触れたら、もうね、終わってしまうからですね。まあ、厄介すぎる能力。まあ、これはむしろ盛り上がっていって最高な、まあ、そんなシーンなんじゃないでしょうかね。はい。ということで、さらに追い打ちをかける玉子なんですが、あ続いての見どころということで、こちらです。はーい。えー、そんな玉子の、お、血気術。 人殺魚林となっておりますね。いや、これはかなり厄介。うん、先ほどの、うん、手に加えて、 さらに暴れていくということで、いやー、ちょっとやめてくださいよって感じなんですが、あこちらの技はですね、全身にある鱗を使って、高速で縦横無尽に飛び跳ねて、移動するだけの技なんですが、先ほどの神の手も併用するため、高速で移動する魚子の拳に当たってしまうと、お魚になってしまうというね、かなり厄介なね、技となっているんですよね。 はい。いや、これはね、うん、どんどん戦闘っていうのが、まあ激しく、まあ難しく、まあなっていきますけども、まあ大丈夫なんでしょうかね、無一郎く君ね。そろそろ反撃してほしいところですが、 ま、そしてこの技のね、え、アニメーションっていうのも、まあ、原作だと、もうなんか縦横無尽に跳ねている様子っていうのが、まあ、一コマでしか描かれていないので、まあ、どんな感じになるのかね、まあ、非常に楽しみでございますよね。さあ、ということで、まあ、そんな感じで無一郎く君はどんな判断をするんでしょうかということで、えー、続いての見どころなんですけども、こちらということで、えー、霞の呼吸、七の方おぼろと、なっておりますね。 はい。いや、これは、絶対神ですね。 今回の無一郎 vs ッコではあ、最も気合が入ったね、シーンになるんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、この技はですね、動きに大きな緩急をつけて、相手を錯乱して一撃を入れるね、技となっておりまして、またですね、こちらの技は、七の方というところで、無一郎くんが生み出したオリジナルのお方なんですよね。 はい。いやーとてもかっこいいですね。霞に巻かれているような、というね、え、玉子が惑わされているシーンなんかも、まあ、いくつかありますが、まあ、やばすぎるよね。うん、これは絶対盛り上がると、いうことで、マジで楽しみな、あそんなシーンなんですけども、お、続いての見どころ、皆さんいいでしょうかはい、ということで、え、続いてなんですが、こちらということで、え、ついにですね、 決着が熱くんですよね。はーい。いやー、嬉しいですね。うん。おぼろからの首を切りですね、玉子を倒す、え、むいちくんの、そんな姿が、今回ですね、描かれていきます。ということで、いや、これはマジで、アニメでどうなるか、ま、あ本当に楽しみにしてたシーンなんですよね。 おぼろからの、まあ、展開が、まあ、原作だとそこまで長いように感じないので、まあ、アニメだとおそらく、まあ、より保管してきて、まあ、丁寧に、最後首を切るんじゃないかなと思っているので、 いやー、どうなるかね。本当にアニメで楽しみですよね。まあみんなもおそらく、まあ楽しみにしていた、まあそんなシーンじゃないかなと、まあ思うので、まあ早く見たいですよね。はい。さあ、そしてえ、さらにですね、首を切る際に、え放った無一郎くんの一言っていうのが、ああめちゃくちゃかっこよくてですね、ねえ、君はさ、なんで自分だけが本気じゃないと思ったのということで、まあこんなセリフもですね、 まあ、なかなかかっこよくてですね、まあ、最高のシーンなので、まあ、ぜひとも全集中でね、まあ、ご覧いただきたい、まあそんな前後のシーンですね。はーい。まあこれ前も言ったんですけど、もう進撃の巨人の、まあ、リヴァイ兵長ですよね。うん、それぐらい本当に無一郎くんがあイケメンに見えてしまうかっこいいシーンですね。 はい。さあ、そしてさらにということで、えこちらなんですがあ、最後の決め台詞がめちゃくちゃかっこいいよということで、いや、これは本当に見たいですね。はい。玉っ子がですね、首を切られた後に、まあ、なんかね、わめいているんですよ。まあ、そんな時にこの一言ということで、もういいからさ、早く地獄に行ってくれないかな。うーん。 <laughs> これはもうね。うーん。 惚れました。はい。まあ、そんな感じでね、え、魚っ子 v s 無一郎っていうのが、まあ、描かれていくんですが、まあ、最後ね、本当にかっこいい終わり方でしたね。はい。で、実はですね、まだ第9話続くんですよ。はい。<laughs> まだ終わっていなくてですね、え、続いての見どころなんですけども、こちらということで、え、煉獄さんのツバによって助かる、え、小鉄くんっていうのが描かれていきます。いや、マジですか。 はい。え、なんとですね、小鉄くんは、なんと、魚っ子の座高鬼によって、え、溝落ちを刺されてしまいましたが、あ、実はその溝落ちにはあ、煉獄さんの唾が入っておりましてですね、え、それにより、え、命を救われますと。はい。えー、守ってくれていたんだね。煉獄兄貴と、お、いうことで。いや、マジですか。そんな噛みすぎる展開、あっていいんでしょうか。 はい。えー、炭治郎さんから預かっていた唾を入れていたので、え助かりましたと、お新しい刀にえ付けてほしいって言われたんですよ、ということで、そんな感じでえ助かる小鉄くんなんですが、さらにですね、それを見たあ無一郎くんが煉獄さんのことを思い出すシーンなんかもありましてですね、え思わず泣いてしまうえ、そんな描写っていうのがあるんですよね。 はい。記憶を取り戻した無一郎にとってはあ、今となっては本当に悲しい出来事でしたね。無限列車編。はい。柱として共に頑張ろうとを支えてくれた煉獄さんの過去を思い出すね。無一郎くんのシーンですね。いやー、たまらん。<laughs> <laughs> いや、たまらんすね。まあ、なので、まあ、今回煉獄さんもね、えー、刀刀舵に登場するというところで、まあ、ありがとうございますって感じですよね。はい。で、そんな感じでですね、えー、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、場面は変わりましてですね、えー、やっとハンテング VS、えー、炭治郎の方に移ってまいります。で、ついにですね、カンロジミツリさんが参戦いたします。 いやー、やっとですか。うん、マジで遅すぎたよね。うん、ずっと待ってましたわ。はーい。で、炭治郎、禰豆子、玄也が必死に戦っているところに、え、かんろさんが、あ、やっと助けに来てくれる、え、そんな展開っていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、あ本当に癒し枠ですよね。うん、恋柱として、ずっと刀冶ね、私楽しみにしていたんですが、ずっと来なくてね、 本当に嬉しいです。はい。なので、第9話、カンロジみつりさんも、なんと参戦いたします。さあ、そしてね、えー、そんな感じで、えー、続いての見どころなんですけども、こちらということで、えー、そんなカンロジみつりさんが、強気に主張するね、えー、シーンっていうのも描かれていきます。いやー、ここはですね、ずっと見たかったシーンですね。ちょっと君、置いたがすぎるわよ。 ねずこちゃんと玄也くんを返してもらうからね。ということで、まあ、花沢香菜さんの、まあ、アフレコでね、えー、そんな感じのシーンっていうのが描かれていくんですけども、上限相手に、いつも通りに、全く緊張した様子も見せずに、えー、強気に発言していきますと、まあ、あこっからの展開っていうのは、増白点 VS、か路寺光なんで、まあ、正直えグいですよね。 はい、ということで、ま、あそんな感じで続いての見どころなんですけども、こちらということで、え、そんな甘露寺光に対して、え、最高の言葉での切り返しとなっておりましてね、え、増白典の、黙れあばずれが、わしに命令してよいのは、この世でお一方のみぞ、ということでね、いやー、山寺さん <laughs>、もう増白典が山寺さんになってますけど、 ま、そんな感じでね、えー、増白点の反論をしていく、そんなシーンがですね、描かれていくんですが、あ、このセリフずっと待っていましたよね。うん、関路地光さんの反応っていうのも、その後最高なので、まあ、ぜひ本編でご覧くださいね。はい山寺宏一さんのアフレコがですね、今回、ここね、 聞けるのが本当に嬉しいいですよねはいまあ、そんな感じで、えー、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、そんな増白点の初技となっておりまして血気、えー、術共鳴雷殺となっておりますね。 はい。で、この技はですね、木の竜の口から雷と海音波を同時に放ち、複数の方向から長く速い攻撃を仕掛けられるね、技となっておりまして、赤土とウロギのミックスの技ですね。しかもですね、さらに威力も上がっておりますと、いうことで、いやーとても楽しみですね。アニメーションっていうのがどうなるか。 いやめちゃくちゃ気になりますよね。はい。さそんな技に対してえどう対応していくのか続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえそんな菅路地光さんのお恋の呼吸3の方あ恋猫しぐれとなっておりますね。 はーい。で、この技はですね、猫のように飛び跳ねながら、敵の攻撃自体を切りですね、攻撃っていうのを防ぐ技となっておりますね。攻撃自体を切るというのは、かなり変わった技なので、まあ、あの、雷とかをですね、切るっていうのは、ま、とてもどんな感じになるのか、ま、原作の方ではなかなかね、ちょっとわかりづらい、ま、風景となっているので、 まあ、どんな感じで、アニメ化されるのか、あ、とても楽しみですよね。まあ、そんな感じの技となっておりますね。さあ、ということで、そんな感じで、え、かん光さんの、お、私怒ってるから、見た目が子供でも、お、許さないわよ、というセリフとともに、今回の第9話は、終わるんじゃないかなと思っております。いやー、楽しみすぎるね。最後のかんろ光さんのセリフも、まあ、なかなかいいですよね。 ここも早く見たい、そんなシーンですね。はい、ということで、えー、今回第9話のお見どころっていうのはこんな感じだったんですけども、お皆さんいかがだったでしょうかいやー、ちょっと見どころが多すぎたね。 うん、魚っ子 vs 時と無一郎、そしてハンテング戦の方でも、まあなかなか進展があったので、まあちょっと今回はなかなかの見どころになったんですが、まあ何分の動画になってるかわからないんですけど、まあ最後まで見てくれた人ありがとうね。はい、そんな感じでえ皆さん高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう